切れたから直して、腕時計を修理する、アンマン乾かされる。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんがね、お姉さんに乾かされております。吹かれてます。やめろと、触るなと、やばい、掴まれたと。猫と一緒でね、首掴まれるとおとなしくなるんですよ。ペットショップでもね、こうやって掴まれるんですけど、私掴めないんですよね、怖くて。なんて言うんだろう、掴むところがわからないっていう感じ。そう、アンマンちゃん今ドライヤーで、乾かされてますね。こうやって乾かすとね、本当に非常に楽。それでは本編スタートです。どうもプニです。皆さん元気ですか？夜中の3時半撮影しております。この時計を直してほしいとね、そういう依頼を受けましたね。直してほしいのはね、まあこのベルト部分ですね。まあ簡単な話なんですけど、ただこれをね、直すのはちょっと無理があるというか大変なので、この縫ってある糸をね、解いてちょっとベルトを変えるのはきついので、なんとかします。それではやっていきましょう。なんとかするって、そういう感じでよかったかな。はい、というわけで、ベルト交換します。なんか本革レザーって書いてあるんだけど、まあすごい安かったんだよね。でベルトを買うときにはね、ここにサイズが書いてあるんですよ。それをね、確認して購入した方がいいです。このね、内側から内側までのサイズ、これがね、今書かれているサイズになりますので、それをね、測ってください。で、これで、22ミリっていう感じですね。で、主流のサイズは、今出したようなサイズが主流みたいです。というわけで、22ミリをね、購入いたしました。これね、安い割には評価が高かったんだよね。おぉ、ちゃんとしてる。あ、かっこいいじゃん。工具も入ってる。あ、すごい。これね、1699円税込みです。アマゾンで売ってた。あ、かっこいいね。ただね、本革っていうのは嘘だな。フェイクレザーだと思います。で、バンドの穴もね、結構奥まであるんで、手首が細い人でもいいかもしれない。で、このね、先が割れてるやつ、この工具がね、あるといいんですよね、交換するにはね。で、ベルトってね、ここがね、バネになってるんですよ、両脇が。なので、このバネを押し下げて交換するっていう、そういう感じですね。というわけで、やってみましょう。これね、ついてた工具使ってみますね。これね、持ってなかったんで、マイナスドライバーでね、やろうと思ったんですけど、これ使ってみます。クイッとね、やればすぐ取れますね。こんな感じ。こう、ボヨンボヨンってしてる。そう。で、このピンがね、流用するタイプと、今回みたいにちゃんとついてるタイプとあるみたいなんで、注意して買った方がいいと思います。なので、このピンはね、ちょっと硬いの、こっち。あ、取れた。流用するつもりでね、壊さないように取った方がいいと思います。まあ、大体ついてんのかな。で、こちらね、時計の方は問題がないんですけど、磨いていきます。せっかくなんでね。
腕時計なんで、やっぱり手垢とかさ、いろいろついてるから、これがね、防水だったかちょっとわからないんで、磨きますね。あ、結構綺麗になるな。ピカールでね、磨いております。なんかね、記念にもらった時計らしいので、大事に使いたいらしくてね、ベルト修理をしたいんだけどって相談されたんですよね。ピカールで綺麗になりましたね。あのね、分解した時にはね、頼まれてなくても掃除はね、した方がいいと思いますよ。よいしょ。で、片側はめて、あとバネをね、クイッと下げてスポンって入れるだけ。簡単でしょ。このベルト交換だけでもね、結構工賃取られるんで、このぐらいなら自分でやった方がいいですよ。あ、これね、このベルトすごいわ。このバンド工具なしでつけることできるわ。今気づいた。これでバネがね、縮むようになってる。あ、いいじゃん。あ、これいいじゃん。で、このね、バネね、いろんな、バネじゃない。このベルト、いろんな色があったんでね、概要欄にちょっと貼っときますんで、もし興味がある人は見てみてください。簡単でいいですね。こう、気分によってベルト変えてもいいかも、これなら。いや、簡単だわ。まあ、元ついてた方がさ、ちょっと高級感がやっぱりあるんだけど、これね、バネをね、押し下げるんですけど、取っかかりがあるんで、こういうマイナスドライバーでも取れるんで、精密ドライバーのね。なので、この工具がなくても交換できます。で、このベルト自体はね、つけるときには工具いらないから、まあ、外せればなんとかなるね。力技でね、取っちゃうっていう、そういう方法もあるかもしれないけど、本体傷つくからね。あとね、このピンは、もしあれだったら取っといた方がいい。これがついてないベルトもあるかもしれないんで。なので、これはね、壊れてなければ大事に保管しといた方がいいと思います。まあ売ってるんだろうけどね。まあこれに、ね、お金出すのきついっしょ。ここにね、引っ掛けて下げればいいだけ。だけど、この割れてるやつだと、しっかりもっとね、入るっていう感じ。まあ、下げればいいだけなので、精密ドライバーでもね、全然取れます。というわけで、時計屋さんに修理に出そうかなって言ってたんですけど、こういうのはね、自分で交換できるんで、ぜひ交換してみてはいかがでしょうかという、そういう動画でございました。ゲームと関係ないんだけどね。でも治ると、なんか愛着湧くでしょ。これ結構デザインいいな。違う色でもね、良かったかもしれないけど。まあ、本人がね、この色がいいって言ってたんで。ね、シチズンが言えないな。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。まあ、たまにね、まあ、こういうものをね、直してくれって言われて、直してるんですけれども、やっぱり楽しいね、修理って。